先日ね、うな丼さんの動画で見かけたね、チンクイチントのね、イタリア街中運転、あれがよくってね、ちょっと撮れないかなってことでね、自撮り棒を撮影してみました。あれ、もう信号変わっちゃった。さて、今日はですね、まあ、前回タイヤ注文したスパイダーさん、今日はね、グランドスラムさんへタイヤの取り付けを行ってもらう日になっております。相変わらず晴れ予報だったはずなんですけど、前と同じようにね、雪がちょっと舞うような天候になってますよ。はい、グランドスラムさんですね。こちら見えました。こちらの方でタイヤ交換お願いしたいと思います。です、はい、よいしょ、入っていきますよと。一旦ここで止めようかな。はい、到着しました。こんにちは。前から、あ、嬉しかったです。すいません、嬉しいです。はい、ちょっとあと右へ、はい、あとまっすぐで、まっすぐまっすぐ、いやー、強いっすよ。もうちょい前、はい、はい、はい、すいません。天気悪いですね。見上げられたスパイダーさん。タイヤがもうひび割れすぎてる。ひび割れします。すごいすごいです。ここがでも逆に一番広かったんで。あ、そうなんですか。ブリティストは昔からひび割れが多い。あ、そうなんですか。ああ、BS はもうやばいぐらい。鉄にこれがこういうとことかに。これも、あ、ほんまや。全部そうね。これが一番右前が確かに多かったんで。あ、そうなんですか。設計水かけてもこれ、うん、これ。わからんかったんですけど。ああ。ここに響いてるわけで、BS はこの溝の中に入ってる。ああ、なるほどね。ちょっと写真撮れさせて。ちょっとキュッとしてもいいですね。これはね、こいつだけ広いな。そう、2万円にもなって。これは空気も抜けるわというのですすみませんな、ありがとうございます。はい。助かりました。またエアだけ。はい、大丈夫です。120です。エアが 2.4 やな。はい。大丈夫です。まあゲージによって多分違うやろうけど、まあその代わり狂いがなかったらええわね。そうですね、うん、ていうかまあこれも元々の1970年じゃない、1960年ぐらいの、あのタイヤゲージの話で計算すると 1.8 ぐらいになるんですよ。あ、タイヤが、そうだ、ただ今のラジアルタイヤでそれで入れるとあまりにもペッタペタやもんで、タイヤとラジアルは違うでな、ペッタペタになってもう、そうそうそう、こんな砂取ったらあかんやろというぐらいだろうなもんで、ちょっと多めに入れてるんですけど、だいたいそんなもんね、あの見た目でも大体だけど、なんか太い感じがする、あんまり引っ張り感がない。そうですね、なんかそんな気がするな。はい、あの BS はなんかタイヤ太ってさ、 BS のちょっとあのホイール変えた
時に無理やり入れたったような感じがあったんですけど、そうそう、こっちの場合は自然ですよ。自然にいい感じになってます。なんかいい感じやと思って。ありがとうございます。会計は一緒なんですね。はい。すみません、ありがとうございます。また何なりとりたい。はい、すみません、またよろしくお願いします。すみません、ちょっと1分ぐらいだけ暖気させてもらっていいですか。全然全然、もうちょこっとだけ温まらんとちょっと全然だから止まってしまいそうです。あ、やっぱ止まった。はい、ちょっと暖気中ですけど、横浜のね16580R14 GT スペシャルクラシックに変わりました。ブリヂストンのスニーカーはちょっとこのホイールに合わせるとね、だいぶマリマリ感が出てたんですけど、今回の GT スペシャルクラシックはこのタイヤサイズでぴったりね、マリマリ感も出ない普通のぴったりで入ってます。ね、なかなかにいい感じなんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、タイヤ変えてもらいました。タイヤの形といいね、装着した時の感じといい、なかなかに好印象ですね。走ってみてどうだっていうのはね、もうちょっと今日はこのままほっとくともうあっという間に真っ暗になっちゃうので、真っ暗になってからのね、スパイダーさんちょっとダメだろうということでね、まあ、タイヤの空気圧自体がね、どの程度ぐらいの話になるのかがわからないんですけど、実際にこのスパイダーのね、タイヤ空気圧のマニュアルに書いてあるような空気圧を、まあ、今の空気圧なりに計算すると1.8とかねそれぐらいしかタイヤ入らないはずなんですけど、ラジアルタイヤでね、そんな空気圧だけで終わるとね、かなりペッタンペッタンのタイヤになるんですよね。はい、だから、まあ、多少余分目で入れてるんですけど、うん、まあ、冬だから余分に入れときましょうって言って、余計に余分に入れてもらうので、今 2.4 ちょっとさすがに入れすぎかなと思うんですけど、もう乗った感じそんなに跳ねないね。うん、まあとりあえず GT スペシャルクラシックのね、操作感につきましてはまた次回動画ということでね、感想を述べたいと思いますけど、見た目的にはね、かなり私のツボにはまる旧車のね、スパイダーに合っている、いいスタイリングしているタイヤだと思いますよ。なかなかにその辺はいいんじゃないでしょうかね。